PC エンジンファンの皆さん、こんばんは、ラックスです。今日の PC エンジンマラソンは561本目、ダウンタウン熱血物語をお送りします。ファミコンから移植されましたアクションゲーム、あのクニオくんですね。クニオくんが、今度は、ダウンタウンで大暴れ、2人同時プレイも可能です。クニオとリキとのね、2ピア力となって、さらわれたガールフレンドを助けにね、大暴れします。黒金さん、10万石さん、シャトルさん、ゴールデンバーグさんにしゃ、さらわれたんだっけ、さらわれてないかもしれない黒金さん、ありがとうです。はい、発売日、発売元93年12月24日発売、ナグザットスーパー CD ロムロム8800円、2人同時プレイ可能です。起動してマルチタップ対応、バックアップは1箇所102バイトで最大3箇所までとなってます。うん、ストーリー確か説明がありますんでね。シャトルさん、ありがとうございます。アランプロストさん、いらっしゃい。今日ファミコンから移植された、アクション、まあ、RPG 要素もあるんでね、はい、お買い物してパワーアップするね要素もあります。ダウンタウン熱血物語、デキデキデン、ワコタウン、はい、サンジさん、いらっしゃい。和骨です。トウヤさん、13個目されました。テクノスジャパン、デグデグ、はい、ゲームプレイ A、1B プレイ、2B プレイ、8B は何が違うかというと、あの仲間にね、当たり判定があるか ないかですね。14個目されました。プレイヤー同士の攻撃ができる A モードで、 B ボタンは、喧嘩にならないようにね、プレイヤー同士の攻撃はできないということで、ね、喧嘩したくない人は B モード、喧嘩したい人は A モードということです。ございます。はい、国を三国志と聞いて、はい、15個目されて、メッセージスピードはまあ普通でいいか、難易度が高いや、テン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 、国をお前何しに霊峰行くんだろう、俺も行かせてもらうぜ、勝手にしろ。リキはさらわれた彼女を助けるため、国をはかつての仲間に会うため、悪の源を霊峰学園へと歩き出した。胸に秘めたそれぞれの目的だけが二人をつなぐ、熱き戦いが始まるということで、リキが、触られたのかな。あ、これ読みましょうか。今まで名も知られていなかった霊峰学園だが、龍一、龍二という二人の兄弟が転校してきたことで、霊峰学園は大きく変わっていった。ダブルドラゴン兄弟と呼ばれる二人の力によって、霊峰学園は数ヶ月の間に近くの高校を支配下に置き、勢力を拡大していった。そんな噂は花園学園の番長リキの耳にも入っていた。しかしリキはその能天気な性格からか、霊峰学園のことなど気にも留めてはいなかった。しかし霊峰学園の魔の手は平和な花園学園にまで伸びてきた。リキの彼女島田真美が霊峰学園の者にさらわれ、リキの元にダブルドラゴン兄弟の挑戦状が届いたのだ。怒りに燃えたリキは校門を飛び出すが、そこで最大のライバル国男と出会うのだったっていうのがそうですね。はい、おじさん、ありがとうございます。シエリさん、早健さん、カズキューさん、いらっしゃい。国男三国志になってんの今シミュレーションゲーム無双みたいなやつだね。はい、というわけでね、ダブルドラゴン兄弟がね、転校してきてからね、霊峰学園が悪の洞窟となったということで、はい、モスコさん、ありがとうございます。はい、怒りに震えたリキは警察に通報した。というわけで、まあ、リキがさらわれたんで、で、クニオくんはね、それに協力するみたいな感じですかね。はい、27個目さん、8個目さんで、でん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 で、ダブルドラゴン兄弟。でんうえ、はい、ダッシュでちょちょでたんですね。ワンチ、ツーでキック、ワンでキック、ワンツーでジャンプ。国をお前かまってるのかよ、一人で行けよ、和骨です。確かに国はカホなんです。まあ落ち物パズルとかなってるから、いや、まあいろいろやってるからね、国はね、今更不思議じゃないか。でってん、おらおら、センディライゴーゴー、お金を拾ってポーズするとね、この設定変更持ち物ステータスね、パラメーターもありますんで、お金を見れます。はい、34号線で
特訓の日だもん。セレクトでずっとね、お金表示もできますね、これね。ゲーなんと登場人物は100人以上。100人以上です。坂上、ゲーゲー小山、伊藤、ゲーゲーゲーでれんれんげげ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 ダウンタウン熱血といえば、人が来たバケツが跳ね返ってリバスという誰もが通る道。はい、ご注文をどうぞ。何度もありますけどね、あの体力回復と同時にね、パラメーターがね、パラメーターが変わります。はい、パラメーターが上がると、まあ、一番安いコーヒーね。こちらでよろしいですか。どうもありがとうございます。コーヒーを飲んだ。記録が2上がった。体力が最高だ。お、体力上限も上がった。またのご来店をお待ちしております。こんな感じでアイテム買って、アイテムというかお食事とかすると、これなんだ、声、あ、そう、ファミコン版に比べて声がついてる、ね、声がついてるですよね。今までの42個目線で美味しいパンで、お持ち帰りできるのもあります、はい、お持ち帰りで。いらっしゃいませ、こんにちは。ほらね、こんにちは。パン屋さんね、アンパン。ご注文どうぞ。早いアンパン。こちらでよろしいですか。はい、どうもありがとうございます。アンパン。他にご注文はございますか。カレーパンもいいな、カレーパン。こちらでよろしいですか。はい、どうもありがとうございます。まだ良くなっているのとボイス追加なのか、ね、そうですね。他にご注文はございますか。あ、やっぱモスラだね。モスラことクリームコロネ、ね、モスラいいよね、モスラを。どうもありがとうございます他にご注文はございますか。またのご来店をお待ちしております、はい、これは非常食で。ザクさんありがとうです。わらわら、あ、寿司ね、寿司ですよ。今は風がすごいです。ワンダさん、今ちょっと寒いね。パラッと雪が降ってた。えいれっしゃい、お客さん何握りやしょう。えいえ、波握り。うん、天秤は高いな。卵でいいや。この握りでよろしいですかい。えい、えい、おち、うん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 、パンチが一が得、卵でパンチが一上がる。最後の時も何を握りやしょう。イカでもちょうだい。イカはこの握りでよろしいですかい。えいよ、えいおち、うんうんうん、力が2上がった。体力が1で回復した。体力の上限が上がらなかった。何を握りやしょう。とはいえ、高校生をボコってカツアゲしたお金のような気がしないでもない。悪いやつらからカツアゲしても文句は言われないね。正義ですから、クニオ君は。悪いやつ懲らしめず、赤と大門さんで懲らしめた打診です。そして本屋さんですね。本屋、本屋でね、必殺技が覚えることがありますよ。買うとね。いらっしゃいませ、こんにちは。色っぽい本屋さんだな。ね、マハ、マハパンチ、マハキック、これを買えばマハパンチね、マパ、マハキックね、スクリュー、また覚えることができると。お待ちしております。高い、本を読むだけで国尾くんで覚えることができる、ね、坂宿高校だ。助けてー、ほらほら、お母ちゃん、ほら入れるんだっけ。いろいろね、マップがね、隠しマップとかありますからね。お母ちゃん、おっと、ほらほらほら、お母ちゃん、待て待て、ほら、トゥー、ジャンピング、ほら助けてー、お母ちゃん、おっと、剣で殴る。お楽しみいただきましたでしょうか。おらお母ちゃん、これだけお母ちゃん好きなんだよ、わらわら、おらお母ちゃん。高校によっていくセリフは同じなのか。一人だけ お楽しみいただきましたでしょうか。赤戸大夫さん、風里式ダメです。あ、そうだ、セーブはいつまでもできますからね。コマピーセーブした方がいいんじゃないかな。ゲームオーバーになったら、はい、参加者
はい、誰もいない。ここはなんかフラグ立てないと出てこないのか。まあ、ここで出てきてましたよね、確かね、ボスキャラが。沼岡工業高校の生徒だ。水橋工業はこんなことにいないからね、この生徒はね。お母ちゃん、お母ちゃん。沼岡工業は悪いやところだな。柄が悪いぜ、沼岡工業。三つ子を見習うんだ。工事中だ。そうですよね。一番悪いのが監督ですからね。笑。日光は出たくても街に出れませんからね。いやいや、あ、野球部はね、野球部以外出てるよ。こんばんは、ラクオスです。猫じゃらしちゃい。この本やね、風の谷の歌、風の谷のザインドスリラー、業務用のあれだよ。いやらしぼ、うわ、愛があった、うわ、ノーカットの本があるな。ちょっと高いな、本はね。またのご来店は。何がいいのね、ノーカットの本はすごいな。ノーカットの本、この頃は普通に言ってましたからね。ラクオスで水ゲームやってますね。59個目だ。え、街に出ることを脱獄って言うんじゃないですか。いや、脱獄した生徒はいません。これはどうも、いらっしゃいませ。どれおにぎり、はい、やっぱ鮭おにぎりかな。こちらでよろしいですか。はい、ありがとうございます。何を差し上げましょうか。あ、明太子ちょうだい。こちらでよろしいですか、はい、ありがとうございます。何を差し上げましょう。またどうぞ、はい、パールライス、パールライス、お、食事どころ。うー、さっき寿司食べたけど、黒もでない。白い粉ですね。いらっしゃい。カウンターでよろしいですか。いいよ。一人だからね。お客さん、サバ味噌ライス。ますか。レバニラ炒め。カレーライス。サバ味噌ライス。こちらでよろしいですか。いいよ。お待たせしました。はい。防御が3型、サバ味噌ライスで。5も上がった。どうも。ワードさん、ありがとうです。お、今ね、サバ味噌ライス食ったばかりだけど、ハンバーガーは別腹だよね。いらっしゃいませ。国を食うな。ご注文はどうぞ。お持ち帰りもできますよ。お持ち帰りもできる。食べ歩き系高校生。あ、スマイルがある。はい。こちらでよろしいですか。はい、スマイルで。行こう。よし、やった。お姉さんにっこりと褒めかけられた。ダメやる気の。注文は終わりですか。テックリンゴパイ、テックリンゴパイ。こちらでよろしいですか。はい。お持ち帰りですか。持ち帰ります。さっき今お腹いっぱいだからね。追加のご注文は終わりですか。やっぱバーガーも買ってるね、バーガー。テックバーガー。こちらでよろしいですか。はい。お持ち帰りですか。はい。お待たせしました。追加のご注文は終わりですか。黒が支配してる学校だらけの街なのに、お店は普通だな。この県民さんは強いのかな。喧嘩でボビくらったらおしまいですよね。何だこれ。ミルクで。こちらでよろしいですか。はい。お持ち帰りですか。はい。よし。お待たせしました。お腹空いた、食べよう。追加のご注文は終わりですか。どうも。ありがとうございました。はい。お、ね、怪我した時のための薬屋さん、薬屋さんもあります。動きが鈍くなりそう。いらっしゃいませ。今食ったらタピオカミルクに頼んでスンスンにあげてすべて。お決まりでしたらご注文をどうぞ。ギンギンレッド。まあ高校生だからギンギンにならぬね、やるすっぽっぽ。お年寄りはファイト働くぐらいかと。ファイト働くお願いします。こちらでよろしいですか。はい。もう持てないんで。もう持てないで。持てなかった。またのご来店お待ちしております。はい、ボルダンが一番最初。よし。何も食べてなかった。ケンシロウは食べてないからね。あ、誰かいる。久しぶりね、クニオ。霊峰の長谷部さんがとってもいいことを教えてあげる。
花園から女の子をさらったのはうちの学校霊峰学園の龍一龍二よ。うん、知ってる。女の子は校舎の一番上の階の一番右の教室に閉じ込められているわ。でも助けるためにはあのダブルドラゴン兄弟と呼ばれている龍一龍二を倒さないとならないの。初めて面白いですね。彼らとっても強いわ。パワーアップしないと痛い目に遭うわよ。パワーアップしないと痛い目に遭うわよ。あまり無理しないでね。ハズベ、俺知らないけど。私は霊峰の生徒だけど。国を応援するわ。警察行こうよ、ハズベちゃん。霊峰はこんな可愛い子いるんだ。約束よ。偏差値低そうなのにな、霊峰学園。あ、消えた。消えたぞ。どこ行ったんだ。見投げでもしたのか。おーい、どこ行ったんだ。あの子どこ行ったんだ。俺は幽霊でも見たのか。おっ、そっちからやられに来るか。神城忍びのものか。お前らを倒して霊峰に行き、俺たちの力を認めさせてやるぜ。見てて、ほら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 、全然必勝。手を抜いちゃったかな。しまった、投げちゃった。それやに行こうっと。なんでもない。ほら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 、あー調子に乗ってんじゃねえよ。覚えとけよ。何気にセイントセイヤに出てそうな声。そういい声しましたね。こいつら何回でも戦えるんだっけ。そうなの。今回ちょっとやってみましょう。高校生で風呂やハウトでは。いやいや、その風呂は銭湯だと思いますよ。ソープじゃないです。あ、戦える、またいる。またあったな。また、セリフが変わる、セリフが。ほらほら、覚えてろ。わらわら、ほら、おいさん、忘れないぜ。あ、このセリフが変わる、セリフが変わりますね。わらわら、結局帰り討ち。よし、ちょっと、体力減ったから食べるか。ふう、お腹すったいぜ。アンパン食べよう。立ち向かってくる根性は買えますね。記録は6上がった。そうですね、根性ありますね。あ、記録だけだ。アンパンって体力回復しないんだ。カレーパンは、うん、うまいうまい。もうやっちゃがった。あ、体力回復だ。よしよし、全く必要のない2人組なんだよね。最初わかんない、これいるの知らないでスルーしちゃった。ほらほらほら、お母ちゃん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 、おいで、やろ、ほら、お母ちゃん、ほら、トゥン、うんだだる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 、緑町、星草農業高校の生徒だ、星草農業高校、ほら、タイヤなんか持っちゃって、重たくて攻撃できないじゃん、ほら、ほら、ギャー。けーけー、ちゃんとしたベルスクですね。そうです、あ、そうですね、ベルトスクロールアクション。2人同時プレイもね、できますから。はい、デナンキャーかっこいいよね、唐突。デナンキャー、デナンキャーであるのに。アウト、あ、やべやべ、挟まれた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 。ほら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 、うらおらおら、お楽しみいただきましたでしょうか。たまにお楽しみっていうのがね。こんなことじゃない。丸川運動は箱高工業の生徒だ。箱高工業、あ、しまった、出ちゃった。
あ、沼岡工業になってる。さっき白高工業だったね。イエスイエス。だからここは運動会を思い出しますね。ダウンタウンの熱血行進曲。ほら、和骨です。すぐなされてる。おら、ダイヤの上乗ってたよ。おら、お、なんか出てくるか。くにょ、てめえなんかペペペのピューにしてやるぜ。タイマンか。おら、おら、台湾で俺に勝てると思うなよ。おら、ドクーンと来たよ。おら、おら、タブだね。花園公園で木下さんがお待ちしてるぜ。可愛がってもらえ、このタコ。花園公園で、あ、これでフラグ立って公園に出てくるのか。おじくだ農業のセンサー。おら、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 あ、こっち飛んでるだ。交流高校のセンサー。何や、ゴリゴリで、あ、ちょっと待って、待って。かわいがってもらえ、このタコ。聞こえました。倒れながらクリームコロネを食べる、くんよくん。わらわら。危ねえ。鮭を握る。意識が遠のくなが、鮭を握るを食べる、くんよくん。あぶねえ、あぶねえ。食べた、で。あぶない。倒れた途端にポケットのおにぎりが口の中に。あ、ここなんか隠しショップがありますよ、確かに。どっかトンネルの中に、ね、隠しショップが。高かったけど、確か。ここ隠しショップありですね。ありますよね。あ、しまった。おっと。あったあった。何売ってたっけ。謎の店どれも強力なアイテムばかり。うわあ、すごい。スライムキラーメルヘンの杖、虹色の羽、幸せのボタン、インテリメガネ。これなかなかあれですね。全部のアイテム集めようと思ったらかなり雑魚稼ぎしないといけないね。インテリメガネだよな。インテリメガネちょっと買ってみましょうか。これでいいの。インテリメガネ。怪しいものだらけですね。怪しいものだらけ。まだ何かいるのかしら。頑張ってね。またどうぞ。ちょっとインテリメガネ装備してみよう。インテリメガネ。激しい光を放ち、砕き散った。え、なんだ。言ってる。いやね、激しい光を放ち、砕き散った。天井部さんが、おぉ、その天然さんの声っぽい。力が20上がった。砕け散る、わらわら。おぉ、力が20上がった。どういうことなの。メガネで力が20上がった。なぜかわかんないが。インテリなのに。インテリメガネなのに。インテリが力。インテリが力。うわ。インテリなのに力。おい、謎の力がインテリ893ってことか。インテリヤクザ。あ、すごい。
でんでん。ん？この俺と勝負してもらおうじゃねえか。俺は霊峰の天皇の一人。ボス。うるせえ。先制攻撃じゃ。してんのがなんぼのもんじゃ。ほら。ほら。喋ってる最中攻撃できる。四天王を打ち取ったり。おいしさ農業国だ。よし。おる。お、インテリメガネのせいでなんかすごい強くなってる。おら、おら、おら、おら。もうここでも。名乗り中身攻撃とは悪役の片隅にも受けませんね。わら、鶴ヶ谷さんでは完品1万、800円負けプレイ1万、710円、星月を倒さぬ限り、お前は犯人は会えぬぞ。アマゾン価格1万、2930円から販売中です。不要の喧嘩で前工場なんて後で恥かきそう。結構やっぱりね、これはね、プレミアついてると思いますね。私これ1箇所でしか 見ませんでしたからね、うちのジム。当時でも。ルート新品でね、この、よくしますけど、残ってたのを私が買いました。わらわら、PC エンジン版はプレミアついてますね。そうなんですよ。やっぱ出荷本数が少なかったんでしょうね。サッカー編をかなり多く仕入れちゃってね、サッカー編が余っちゃったから、その後でちょっとね、国王の出荷本数絞られたのかもしれない。サッカーが余っちゃったからって言って、こっちをたくさん入れてくれればね、よかったんですけどね。はい、持ってた人は1番。2番はまだ持ってないよって人です。ございます。はい、前回は、これは、サッカー編は確かに安い。わら。そうなんですよ。9.8%。それでもまあ 9.8% ありました。はい。それでは行きましょう。テレッ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 。ちなみに、欲しい率は、歴代17位に入り 68.6% が欲しいとね、はい。お答えくださった、欲しい欄、ね、欲しい率がすごい高いと。ソフトでした。さあ、ということはこれは増えてるんじゃないでしょうか。高いとはいえ、でかでかでん増えてた 12.5%! てってーてってーてってー 10% 超え、てってーてってーてってってってー、視聴者8人疑惑。今ならまだギリギリ買えないこともない値段ですね。1万ちょいだからね。まだまだ。はい。これがね、ちょっとね、さらに上がると、2万ぐらいいくとちょっとね、ちょっと手出しづらくなります。今がもうね、ちょっと限界のお値段じゃないですかね、皆さん。はい。ゲットするならお早めにどうぞ。今日はダウンタウン熱血物語をお送りしました。ご視聴ありがとうございました。明日のマラソン枠も、明日もね、明日、今日はファミコンからの移植でしたが、明日はスーパーファミコンからの移植になります。はい、ファミコンからの移植が続きます。明日スーパーファミコンだったりする、スーパーファミコンから移植の 3D ダンジョンものですね。 3D ダンジョン RPG でございます。秋山も買うなら今。はい、おでした。何かな？あの3人組がやってきます。おつおつでした。はい、おでした。今度はどんな移植かな？おつつ。はい、おでした。おでした。おつおつ。はい、おつおつです。おつでした。はい、おでした。ずっこけ？ずっこけ3人組。